Vale. ケンシエリっていうフーガに似たフーガなんだけど、ケンシエリって名前のフランス人かなって感じ。しながら配信する技を覚えたよ。ついにお前もね、配信始めたですね。なんか寝ながら配信というか、いつでも配信してたい。僕はなんか誰も見なくてもマッチだな、マッチだよ。なんかでも配信したい欲わかる。わかりますね、あなたも。僕の2倍ぐらい配信あるから、なんか。もうずっと配信してたいわ。案外需要があるもんだよ。ないと思うけど、ナウタさんはあるよ。勉強とかしてるしね。ナウタさんはいつもちゃんとみんなのために喋るからね。僕ってあんま喋りたいことがないから喋れないんだよね。需要があるもんだよ。僕トイレ行ってきます。何よ、デパスですか。あんまりやりすぎは良くないの、ね、なんか最近薬が切れてきて最強になってきたよ。この世界こんなに鮮やかなもんだったかって思うね、最近は。なんか DXM やりすぎていたと思った。シラフの俺がこんなに最強だったかって思うよ、最近は。ちゃうねん、これはちょっと古い曲なんですよ。ちょっと待ってね。
これが一番新しいってこと。そう、体が覚えたんだね。そう、ほんとそれです。ほんとそれです。もう飲んでも変わんないんですよ、最近。昔は気絶してたんだけど、最近は全然ノーダメージ。だから飲む必要がないって。みんな飲みたいわけでもないって。再生ついたの、その通りです。あちこまさん、こんばんは。ありがとうございます。何時？エフェトリンでしょ、よく。あんまり良くないよね。わかるよ、昔ブロン飲んでたよ。足がちょっと宙浮いた感じになるの。足が、体が2センチぐらい浮くの、飲むと。怖そうな薬ですね。あなたらしくもない。誰だって ADHD だよ。人類みんなそうですよ。そこなんか誰だってどうにでもできるんだから。誰だって ADHD になりうるというよりは、と診断されうるというよりは、いつだって誰だってそうだということ。病院に行ったもの負けだということで、別に薬が欲しけりゃ行けばいいですけど、薬のネーミング確認すればインチュニインチュニインチュニ。でも意味わかんない、僕バカだからわかんないです。やばい、スマホの充電が切れるから上行こうか。これが僕の最新の音楽。あ、上行かんのみたいな。ここはお父さんとやった。
じるね。ありがとうございます、ナウタさん。ありました。スニフってね、僕やったことないよ。鼻が痛いもん絶対。わけわかんないです。自分もやったことない。ないんかーい。もちろんシラフで最強なら誰だって一番いいでしょう。そうでないものがどうするのか、どうしたのか。というわけで、僕は流れとは関係なしに音楽を聴くことをやめることができない。お、縦になった。No, no, 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 no.
ラダダ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 かわいい、かわいい、かわいい。ここはどこだ、ここはどこだ、ここはどこよ、ここはどこだ。なーに、ここなに、なに。マコーロの曲よりいい。ありがとうございます。マコーロって全部打ち込んだの？そうです、そうです。あの鍵盤で即興したやつを元に全部クオンタイズして楽器当てはめて、なんか全部の楽器が1本ずつのメロディーでなるように打ち込んだっていうか、鍵盤打ち込みですね。鍵盤打ち込み、これをめちゃくちゃ変装しながら、ゲスト出演させてる自分の曲を、自分の曲に。髪切ったみたいな。クオンタイズでズレ直したんです。そうなんです。クオンタイズはズレを直すことができます。こいつに純一郎工具、ちょっと違う。ダンダンダダ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 。苦味が釜持ってるような感じ。え、リーパーってそういう意味です。リーパー。ダダ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 。ダダ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 。
ウイスキーあるからいらない。また来るね。ありがとうございます。前と一緒やんか。それやったらバンブラと同じことじゃないの？何のソフトです？何のソフトやの？バンブラじゃないんやろ？僕バンブラ自体知らないけど、あんなんで作れると思えないよ。めんどくさいよあれ。もうコピペもうまくできないんだろうしね。わかんないけど、
これは立ち止まるなんだよ。どういうこと？なんか動物の森の殺虫機能みたいな感じ。あ、メイドインオレってやつか。へえ。早くパソコン買いなさい。そんなわけわからん環境で無理だよ。難しいよ。時間かかりすぎるよ。無理、難しい、時間かかるよ。ゲーム作るゲームなのらしいね。よくわかんないけど、なんかメイドインなんとかでなんかエッチなやつばっかりあったね。なんか昔の話やけど、なんか動画とかで出てたの。小6からすごいね。曲が再生されねえ。なんでだろう。バグってんの。パートあれば十分やりたいことは全部できるはず。無駄な音は